今日のエソト魂はある機種に特化した演者がゲストとして来てくれました。お前さ、これ何？オープニング10時10分後、もうかなり時間経ってるけど、営業してからこの間リール回せるだろお前。今日もダメっぽいっすね。埼玉嫌なんだよお前。開いちゃったら殺されてるぞお前。ユタとエソト魂、まず1ゲームで、いやここ伸ばしたいですね。今28で売れてる芸人さんだと誰がいるの？それくらいの若さで。霜降り明星さんとか M1 取った時26歳とか7歳とかそこら辺でまず取ってるし、去年の M1 で令和ロマンさん優勝したんですけど、それももう29歳とか、芸歴も僕より2つ上なんですよ。ほとんど変わらないわけですよ。で、あんなに売れてるんで、芸歴後輩でも全然もう売れてる人とかいますし。そういうの見ちゃうと嫉妬とか焦りとか妬みとかある？焦り 101% です。めちゃくちゃ焦ってます焦ってるんだ、はい、とにかくやばいなこれっていう方が強いですね。あーなるほどね。それがあんま良くないんでしょうけど、くそやべえな、でも俺には鼻がある、なんか毎月100万以上もらってるまあいっかみたいな。いやいやいや、100万以上もらってないですよそもそも収入の温度感言うやめてくださいよあ、ゆうちゃろさんはそれはもらってるんですね、やっぱり100万はあのね、100万もらってる人じゃないと52万負けれんすからね。普通家庭持ってる方で無理っすよ。芸人志した理由とかあるんすか？まあ、人を笑わせることが好きで、普通のサラリーマンとかしかも僕見てないんですよ。なんか社会不適合者というか、芸人しかなかったっすよやれることが。普通の仕事したことあんの？ないっす。ないっす。ないの？はい。バイトくらいはあるっしょ？ああ居酒屋のバイトはしてました。へえ、はい、それぐらいで、サラリーマンとかもう月から金仕事で、土日休んで、また月から金仕事みたいな、あの感じが耐えられなくても、その想像するだけで。高校卒業してすぐ東京来たの？あ、いや、大学行きました。大学行ったんだ。はい、親が大学は行っとけって。大学時代じゃあ4年か5年何やってたの？鼻打ってました。これなんかなかったでしたっけ？なんかもう忘れたわ。とりあえずもう行きますわ。まあここは光るんでね、絶対。大学、あ、愛知なの？大学愛知です。愛知。はい。ゆうちゃろさんは大学行かれてました？俺、中卒だよ。高校で3回くらい入って3回中退したわなんか返してくれよガチガチでドン引きされるとなんか恥ずかしくなってくる。引いてはないっす驚きが勝りすぎて仙台育英って有名な高校あるじゃん。はいはい。育英入って1年半くらいで、はい、もうパチンコパチスロ楽しすぎてやめてさすがに高校中退まずいなと思って、はい、低山高校っていう定時制があるのよ。定時制にもう一回入って、はい、結局3ヶ月くらいでやっぱダメだってやめて、でそこからまた2年後くらいにやっぱり高校卒業しようと思って定山入ったけど、はい、やっぱまたやめた。いやもう続かないですねそういうのって。もう一回やめちゃうともう3年間は無理ってことですか？やっぱパチンコパスロやってる方楽しいから今日イベントだ学校行ってる場合じゃねえな。あ、やっぱじゃあ生粋のパチンスロー大好き人間。大好きなの。あ、もうこの仕事適してますやん。本当に本当に大好きなの。好きすぎてスライド押ししたくねえんだわ。まだ言ってるわスライド押しの話一個一個押して何がいいかなあれよし25。おお、いいね。おお、ピキーンピキーン。乾燥しちゃってください。ここまで来たらピキーンってドキ以上だっけ？いや、これは、天国以上&奇数設定しさ。奇数設定したも入るんだ。ゆうちゃろさん出身はどちらですか？出身は青森県です。じゃああんまりオキスロの文化はないですね。青森自体はですよね、東北はやっぱり薄いよね。それこそあなたのね、天敵のジャグラーの方が全然人気ですよ。だから青森あんま好きじゃないんですよ、一生行く機会ないだろうねないっすね。ハラハラが置いてねえんだもん。愛知がちょっと異常すぎんだよ。まあ異常なんすかねやっぱ、その空間が当たり前だと思ってたんで東京来てびっくりしましたよ。花がないからね。ない、この太田って珍しいんだよ。これすごいっすよね。花押しの
前々から聞いとったんですよ、グランドウォーター熊谷本店さんはマジでエグいぞと。あ、本当。穴打ちが集結しとるんで。だ俺びっくりしたわ今日、こんな人来るかって。昨日、なんか周年かなんかですよね、並び190ぐらいだったらしいんですけど、今日370。花打ちが集まったんだな。マジで愛知の来店に来てくれてるフォロワーさんとかも、並びの時に発見したんですけど、だから愛知から来てる人もいます。いやそうだよ、だって関東の人間からしたら森田くんのプレミアじゃねって思うもん、まあ、関東あんまないですもんね。そりゃね、期待して集まるわ。普段花打つ時さ、はい、レバーオン時どこ見てる？あ、ここ見てます。やっぱそうなんだ、はい、でも周りの台がリセフラとかパネルフラッシュとかレギュラー終了後とかある場合、こっち見てられないです、うん、見てられない。 あっちの台とかずっと見たりとか。やっぱ自分の台だけじゃなくて周りもチェックするんだ。当たり前じゃないですか。周りの台チェックするに決まってますよね。そうなんや、後ろの台も反射でチェックですよ。常識か。常識常識。来店とかで打ってて、うん、2台先のユーザーさんとかが、うん、いや森田さんサイドランプ赤何回でいいですねとか、うん、見てて言ってくるっすから。アイちゃんみんなそうなんだ。あ、みんなそうです、うん、みんな見た当たり前だ。前代把握してるっす。俺4号機の頃のが染み付いてるから、はい、周りのチェックもできないんだよな。あ、今よりももっと無法地帯だったから、はい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 、こんなんしてたらてめえこれも怖っ。なってもおかしくないわけよ。え、怖っ。やからみたいなやつばっか打っとる。あ、どうどう、もう当たる。お前何見てんだこれってみたいな、まあ、突っ込んでたらそうなるわけよ。人の設定推測してたら額も額ですもんね。そう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 、今よりももっとそのコンプラってのがなかったから、人の設定推測してるの分かんだけど、突っ込んでるやからのお兄ちゃんからするとてめえこれふざけんじゃねえぞってやっぱなっちゃって、ちょっとこう表に出ろになるから。俺絶対やっすわそんな。見れないのよ周りを。めっちゃ怖いっすやん。いまだに染みついちゃってんの。あ、じゃあ今だいぶ平和になってるんですね。めちゃくちゃ平和よ、パチンコなんか。アミューズメント施設よ。ディズニーランドだよここは。あ、そうなんだ。よしよしよし、13早い。だって抽選してさ守るわけじゃん、はい、抽選番号、はい、守んなかったからね、そもそも抽選とか関係なかったから。あったとしても、え、抽選ね300万とか引いても俺一番で入るんだよ。いや俺本当にあったんだけど当時。本当だよ。え、当時通ってたお店の強いイベントだと、はい、まあ、常連がいて、常連がまあ要は買い揃いなわけよ。歯がない、はい、もう体格がもうやプロレスラーみたいな人たちが怖くて、抽選でこう並んだとしても、はい、そいつらが街中のゴミ箱とかぶん投げてくるの、先頭集団に。マジでマジで、おい分かってるよなみたいな、ドーン投げてきて。無法地帯すぎません？無法地帯の店が本当に多かった。考えられないですもんね今で言ったら。だって、ね、だから絶対推測するなら音と、それこそさっき言った後ろの反射でなんとかみたいな。小技使うしかないよね。トイレ行くふりしてチラ見。ガン見はできなかったね、まあ、やる人はやってたけど俺は無理だったね。パチンコでトラブルなんか絶対ないでしょ。ないっすね。ないでしょ、うん、この前あれですよ、でも、うん、僕のトラブルじゃないですけど、うん、花花の激アツ店に行って、うん、もう徘徊勢が20人ぐらいずっと花花の島の周りにふわっとおるんですよ。で1台空いたんですよ、うん、そしたら、うん、携帯3台飛んできた周りから。もう1人のガタいいやつがヒョロヒョロのやつ突き飛ばして、そしたらヒョロヒョロのやつが壁にガーンと頭ぶつけて、血入れたんですよ頭から。あ、やばいねやばいね。でそのガタいやつがさすがに血入れた人に譲ろうってなって、血入れたやつが天章ずっと打ってました。めっちゃハマってました。死ぬほど負けてたっす。そうだよ、そこでやっぱ警察沙汰、障害沙汰にしないところにちょっと愛を感じたね俺は。花打ちは頭から血出てても打ちます。この手袋は何でしてんすか。マナーっす。爪が割れない、滑りがいい、汚れがつかない、うん、いろんなメリットありますね。あ、そうなんや。あと手袋つけてるだけで、あ、うん、こいつちょっとやるやつじゃねみたいな。それこそやつですよ、うん、でもうだからゆうちゃろさん手袋もしてないし、うん、カチカチくんも置いてないし、ロッカイです。これ今日何数える。え、チェリー数えてました一応チェリー数えてました。ちょっと設定差ある。あ、本当に数えてる、はい、ちなみにオキロキデュオのカチカチくんなんで、うん、今日花だったら花のカチカチくん、うん、オキロキだったらこれ使おうと思ってたんで。あ、別なの。はい。カチカチくん2台持ちでやってます。はい、終了。ちょっと一回トイレ行ってきます。はい、普通に行くだけです。
あやっぱ花合成いいの多いね。花強そうですか。これゆうちゃろさん聞こえてないですか。あ外してるんかな。ゆうちゃろさん休憩行くん期待値ないっすね。この間に全然リール回せるんで失望しました。え、なんか気づいたら1000枚いってますよ。うん、ビッグオンからなんとか。マジで感想行くんじゃないですか。いやマジで行ってもらわないと困る。むしろ感想行ってくれ。29、これで30 31。さあラスト、ディオならダメか。何連ですか。8連。8連素晴らしいっす。でプラマイゼロ。今来店で一番打ってる機種何なんですか。あージャグラーだね。アイムジャグラー。かけんなてめえよお前。期待値ねえな。で52万負けてます。そうなんですよ。いや収録重なったんだよね。来店だったらジャグラー打つの。カメラなしならジャグラー。ジャグラー楽しいっすか。めちゃくちゃ楽しいね。感性がおかしいっす。ジャグラーの何が嫌なの。逆に聞きてよ。設定推測のあれなさすぎです。高速目打ちできない。それがいいんだよな、ジャグラーってのはな。設定推測できない、高速目打ちができないからいいんだよ。逆にな、高速目打ちできないからいいなってことないです。我々はもう絶対愛合わない。水と油キノコとタケノコ、日本と韓国だよ。僕タケノコ派です。俺キノコ派だから。うわ分かれてるわ。絶対合わないわ。キノコ派の人嫌なんだよな。俺タケノコ派のやつはね好きになれない。早っ。賛同してるだよな。オキドキもキノコ派や。よし引き戻しの可能性もあったのかな。168です。168っすやん。左です。ボールボールね、左ボール。一発飛びは厳しいか。いいお記録だとたまに飛んでくれますもんね。でも、うん、即飛びね。これでラスト3-2。ダメか。まあ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 。さっきあれですね、第一関門突破してないとか言って普通に先輩出ちゃってるっすもんね。だってまさに敗者復活だったね、うん、もう2回戦敗退っすよ。748ゲームっすよ。言ってるね、昨日に引き続き。いやーゆうちゃろさんとちょっと愛知で花打ってみたいですね。いや俺ハナハナ普通に好きなんだけどさ、はい、なんて表現すればいいんだろう。俺生き物だと思ってんだよハナハナって。あ、わかんない、わかんない。どういうことですか。生き物、生き物なんかむちゃくちゃすぎん。個体差が激しいというか。あまあまあまあ、同じ設定のくせにこんなにも変わるもん。そうそうそう。ジャグラーやんないからわかんないと思うけど、はいはいはい、ジャグラーは光って当たり前なのよ。花は光ると嬉しすぎんの。光ったかーってハードルが違うんだよね。ジャグラー光った当たり前。うん、当たり前当たり前。あ、え、そんな感じなんですか。ジャグラー光った時もう光っても当たり前。え、それ楽しいんすか。楽しいよ、日常だから。じゃあその光った時にうわーってなる花の方が絶対好きじゃないですか。じゃあ光んないんだ。光んなくない、あれ。ジャグラーは遊び打ちでも1万あればまあ光るよねって、はい、花は光らない。花は光らんす、ね、偏りすぎて。連チャンするときでもエグいですもんね。そう、一回光ったら本当に光り出すから、はい、そこまでが遠くて遠くて。間違いないです間違いないです。怖いんだよ花々。完全確率って言ってますけど、なんかさすがにおかしいだろうって時ありますもんね。花々がそれが一番顕著なのよ。花々好きならあのブロガーとかダチョウさんとか知ってる。え、あ、知らないんだ。ダチョウさん。ダチョウ、あ、ダチョウさんを知らない、はい、あ、まずモグリやる。花花界のムゴリやで、森田は。ちょっと5分だけ時間もらっていいですか、うん、ずっと花やってるの。まあ5号の花撤去されてからは技術介入期とか行ったんだけど、はいはい、え、それでもなんかあれですか、あの花花のことについてネットとかで書い、うん、記事書いてる人ですか。そうそうそう、めちゃくちゃ詳しく。ああ、それ見たことあるっすよ。あるでしょ、あるでしょ、ね、一回見るんだよ。だって花花って調べたら多分その方一番上とか出てきますよね。そう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 、そうっす。今新潟なのかな。あ、おめでとう。天井です。801ゲーム。あのゆっくり押したんですけど面白くなかったです。バチ当たったな。ハナハナってさ、はい、1ゲーム連チャンよくするじゃん。あ、はいはいはい、よくする。あ、まあまあ1日にあのしてる人何人も見ますよ、周りの台とかで。自分でもすることありますし。
俺収録でさ、はい、あごめんね邪魔して、さすがに飛ぶかもね。昔収録でさ、はいはいはい、鼻鼻打ってて、はい、鼻しか開いてなくてその日、はい、隣にリスナーがいたのよ、はい、で、まあ、冗談で1ゲーム連したら結婚するわって言ってボーナー終了後に、はいはいはい、まさか1ゲーム連したの持っとるっすね。やっぱゆうちゃろさん持ってるんだよな。じゃあめっちゃ取れ高あるっすやん。それマジでビビったね。その会話した直後に1ゲーム連した。そうボーナー終了後1ゲーム連したら結婚しようって、じゃあ行くよって、うん、光らない、くる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 って。じゃあ結婚じゃないですか。結婚したして、いや嘘つけ。本当だって。本当。え何その話。結婚した。え何その話。本当本当。そっから付き合って結婚した。こんな話あんの世の中に。さすがに嘘っすよね。本当本当本当。えぐい爆弾話抱えてたっすやん。なんなんすか。早めに出してくださいよもっと。えめっちゃすごい話っすやんそれ。そうだ、はなはなちょっと思い出なんだよね。思い出すぎるな、うん、それ。なるよね。じゃあドキャナチャンス来ました。普通に30に過ぎてて、ああ終わってたわと思ってたらドキャナチャンス来ました。ありがとうございます。気持ちは芸人も演者もやめようと思いました今日取れ高一つもない毒吐いたくらいですね。ゆうちゃろさんをバカにして毒吐いただけ何しに来たのかわからんすよ抽選も決まり引いてなんか当たんない時のオカルト打法的なのはそういうのはあるんですか。もちろんあります。あるんですか。はい教えてください。まあ、よくやるやつで言ったら、おう、まあ、これっすよねあ、光を、はい、思い出せってこと、はい、光を思い出させる、うん、これもうめっちゃ僕やってるんですけど、うん、成功した試しないんですよこれ自体これは成功率でこれ低いやつだ。えぐい低いっすこの成功ただただただこれよりさらに上級のやつがありまして。上級、はい、それ聞きたいね。ちょっと準備いただいていいですか。準備時間、うん、お願い。知りたい、勉強したいわ俺も。まあ、こちらのマシーン使うんです。おう、え、何それ。超高速点滅マシーンってあの人の手じゃいけないレベルの速さの力このマシーンでいけるんですよあんまり俺には変わってるようには。いやこれめちゃくちゃ速いですよ。ほら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 、ああ速くなった速くなった。高速点滅よ。はい、これで回すんです。あ、こ、え、これ高速点滅、これだからもう通常ビース。これ成功率は20%。 クソ低いじゃねえかよ手間の割に。でこのねマシーンがアマゾンに皆さん売ってますんで、これ僕が買ったわけじゃなくて、愛知の花花鮮魚さんから別の花鮮からいただいたやつ。これの普段の使い道は何なんですか。はい、あの多分これ用です。あのオカルト用。花とオキロキしか使えないですこれ。すげえニッチなアイテム売ってんな、はい、まあこれの成果出てくるんで、うん、まあ待っといてください。はい、いや、あえて聞くけど、これは、あ、え、これ、え、これオカルトっす。これオカルト、はい、どんなオカルトなんですか。かなちゃん強制ランプっす。これ今、かなちゃん点灯してるんですけど、これ、はい、あ、今光ってるんですね。あ、これ光らせてる、かなちゃん。あ、なるほど、光で。もうあっち光ったやんけ左が、そこじゃないって。左に行っちゃってますよ。隣の方は多分リスナーさんだと思うんですけど、なんか、あ、すいませんって小声で言ってらっしゃいましたけど。本当だよてめえよお前オカルト取るんじゃねえ人の例えばオキノキゴールドで、うんうん、5ゲーム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 って、はいはいはい、5連チャンしたらこれ何だと思います。いやもうあれしかない、ゴッドモードですよ、はい、これ通常エース。嘘だ、はい、通常エース。いや不可能じゃないですか。いや不可能じゃないです。ゴッドモードとか言ってなんか、うんうん、その後32で入らんかったら辞める人とかいるんですけど、そう有力感継続してるんで、もったいないことしてますねあれは。あ、
うわ勉強なるな、はいはいはい、だからそういう話をオキオキゴールドではできたんですよ、うんうん、うわめちゃくちゃ勉強なるな、はい、俺絶対 5ゲームで5回当たったらゴッドモードで捨てますよ。違います、連合じゃあそれやめて、もう二度とやめてください。結構バッシングきますよそれ当たったら。ああそうなんだ、いやすごいな。おい期待値なさすぎるって期待値なさすぎるってよ、お前最悪やマジで書いてますんだよ。でもなんでそうやってメンチ切るんですか。はいスイカー、あおめでとうございます。レギュラースペシャルの今のが無駄のない高速名詞ですね、はい、あ今無駄のない、はい、まあ、リプレイ見てもらったら分かるんですけどね、うん、余剰分がなかったんで滑り分なかったと思います。確かに、はい、なかったですね。483ゲーム通常 A 当選さっきリプレイでフラッシュしてたと思うんですけど、あれ A です。あれ A、 あれ A です。追加から当たってるんで、はい、ちょっと期待したいですね。天国に期待じゃなくて通常 A の早い当選に期待です。それ意味あるんですか。なんか追加で当たった次の時 A で早く当たる時多いんですよね、うん、あそんな解析出てないですけど、はい、まあ、個人的な実践値。なるほどね。さあじゃあ私はビッグ終了で左のボールですね。いや飛んでほしいな。飛んでますよね多分。あのプレミアっぽい光り方、あれオキロキゴールだったら天国なんですよ。あそうですか、じゃあ大丈夫ですよね。多分大丈夫です。大丈夫。あーさすが先生の。あーでも通常 A で4ゲームで引いてますどっちとりあえずあの無駄のない目押し頑張りますね、はいはい、あ無駄がありすぎるっすね。うわ恥ずかしいな、俺も先生みたいやりたいな。先生はあすいません、はい、今から32って、はい、今から32すいません失礼しました。大事な時ですよ。ごめんなさいゆうちゃらさん、はい、この感じやめてもらっていいですか。もうやめたいんですけど。もうやめたいんですか、はい、もうやめたい。やめますか。どんどん嫌われそうこいつただ調子に乗ってるだけやで。森さん、マルハンチャンネルの鉄人出たことありますよ。いや、ないっす、ないっす。ないっすか、はい、僕、オファー出していいですか。あ、いいんですか、僕森田と花の対決したいってめっちゃいい、それ。いや、先生、忙しいっすからね。鉄人は愛知でやるんすか。鉄人は東京ですか。期待しない。ドギャラチャンス、さっき失敗してましたよね僕、うん、ふざけんなマジで。おいしょはいはい、こういうことです。今めっちゃ暴言入ってましたよね。ふざけんなよとか言ってましたよね。しかも今効率悪かったっすよ。もううるさいんですけどこの人マジでうるさいです。ふざけんなよって言ったのもあれも演出。あ、演出演出演出、うん、投資いくら42。あ、ちょうど完走したらまくれるじゃないですか。分かってるな、すごい。まあ完走させてみせますんで。調整具合すごい。今のこれなんですか。あ、ちょっとみんなに完走するで俺って威嚇しといて威嚇すげえ森田は。そのキャラやめてくれません。本当に俺これ超楽なんだけど。ゆうちゃらさん楽なだけなんですよこれ。僕がめっちゃしんどいんですよ。40分くらいやったからね。だからこれで何分くらい使われてるのかちょっと気になるんですけど。いやわらがいは大体使うよ。わらがいは編集楽したいからだいぶ使うと思うよ。いやでもいいとこで互いに飛んだね。いやそうですね、ね、本当にこれは伸ばすっきゃないよマジで。いや天井来るぞ来るぞ来るぞ。頼む。うわマジ本当にないわ。昨日のオキドキゴールドと合わせたらもう本当久々の天国じゃない。あ、そうそう、あのめっちゃ楽しい。5649回転ぶりの天国です。それでも打ち続けるのはやっぱり好きなんですね。好きです。好きなんだね。南国育ちとかあれはどうなんですか。興味はあるんですけど、うん、まあ打つに値しないですね。どうせ花かオキロキかどっちか取れるんで。縛り用もここが花ガサなんでダメなんですか。あれちょっとあんま綺麗じゃないですね。綺麗じゃないんだ。花のハイビスカスがやっぱ一番いいですよ、ね、あでも突き詰めたらジャグラーも一緒じゃないの。何言ってんだてめえよ。一緒なわけねえだろ。あんま覚え出させんなお前このホールでよ。一緒じゃないですか。何が一緒なんですか。あのレバーで光るか第3で
光るかの違いじゃないの。レバーで光るのまあ先告知、ジャグラー後告知あるじゃないですか、第3。そう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 、あれ面白くないです。でも花もほら第3リーチ目出るときあるじゃん、花花目、あれは花あれはまあ全然いいですよ、綺麗です。ジャグラーもリーチ目ありますよ、はい、あれ綺麗じゃないです。おいおいおい、ラストのこのデメよ、これはどうなんだよ。もう泣きそう、泣きそうっす。さあというわけでね、今日4月の13ということで、ソータ2人でやりましてもらいましたけど、このやる気のない顔がいいね、本当にすごいさ、俺この顔しか分かんなかったからおっさんに見えてたんだけど、会うとねすっごい若々しい、28歳って言ってたしね。じゃあちょっと店内見ていきましょうか。リニューアルオープン2日目ということで、全体的にすごく出てて、もうほぼほぼフル稼働なんですけれども、まずジャグラーコーナー、ジャグラーコーナーね、ここから見てね明らかに出てるんですけど、ジャグラーが嫌いって言ってたんでやめていきましょうか。出てます、普通に。さあまず花の前に置き時コーナーです。ここの別積みの仕方がねもう分かりやすいですよ。ほら下にもうドル箱が、でっかいドル箱がドーンとドーンとあるわけですね。キングハナハナ47台ですね。もう両合算の台があらら多いですね、ここ。はい200個、はいそこ角台200個、カチカチ盛りで、そこも23回、ここ塊なのかなってくらいで、もう30回オーバー、20回オーバー、20回オーバー。あーこっち側強いね、こっち側もうドル箱がすごい。ここのお客様も別積み入ってて、やっぱり森田が来ると花が盛り上がるっていうのはもう間違いないんでしょうね。さあという感じでございます。店内全部盛り上がってて、まあ言いづらいですけど、ジャグラーコーナーもかなり良くて、その次にオキドキと、花々がねとてもバーってなってるような状況でございました。やっぱさすが先生ですよ。それやめてください。きついっす僕。めちゃくちゃ今日教えてもらいました。後半午後そればっかり、そのテンションでずっと掘られて、僕も天国入れたのに400枚ぐらいしか電子、何にもいいとこなかったっすよ。何なんですかこれ。朝一も抽選悪いし。せっかくね今日ハナハナ選挙の森田が来てくれたのにもかかわらず、はい、全く花のいいところ紹介できない。紹介できず、実戦機種もオキドキデュオで、はい、良さも発揮できず、はい、イメージしたいですね。ちょっといやでもチャンスっていうのはそんな転がってるもんじゃないんで。あえぐ、うん、マジか。少ないチャンスをつかめないやつは一生つかめんのですよ。これ無理っすねもう。こんな場用意してもらって何も結果残せずという感じでございましたけれども、俺ね本当にね森田さんのことはね名前は知ってたけど、はい、どういう人となりかどういうネタをするのかっていうのを全く知らないで本当に来たので、はい、度肝抜かれたんですけど、度肝抜かれたっていうか最初に僕が一発目切れた時になんだこいつみたいな顔してましたよね。そうこいつはどういう方向性選んだって。だってそうそうね、キャラ知らんやつがいきなりブチ切れてきたらそうこいつなんなんってなりますもんね。とりあえず笑っておくかってとりあえずキャハハってやったんだけどこいつどうしようかなってめっちゃ顔引きずっとったそうだってその時。うわ良かった、でも嫌われんで良かったっす。いやでも、はい、あの話していくうちに、はい、あの本当にいろんなところが垣間見えてきて。あ本当ですか、はい、でもあれじゃないですか、うん、開始1時間2時間ぐらいで、うん、森田さん共演 NG ですっておっしゃってたあれは撤回になるっすか。この先生キャラを継続していいならじゃあ僕 NG でお願いします。無理っす。これめちゃくちゃ楽なんだけど、きつい、本当にきつい。まあ、という感じでしたけれども、まあ、最終的に、ね楽しくやることができました、はい、ただ実践結果の残念ながらお互い結構なマイナスを食らってしまいましたけれど、はい、この番組本来の企画でいうとその台にどれだけ愛があるかっていうところを語るとこなので、はい、どうしましょうかね。まあ、まあ僕からいきますか。お、はいはい、でまず僕からいきます、はい、光物レバーが全て。いやまあ当たり前なんだけどね、あのジャグラーやってるとやっぱり第三停止でこう話す瞬間がめちゃくちゃ面白いでこんなんあります。え なんすかこれ、語る時間みたいなのあるんですか。あるんですよ、あるんですよ、語る時間なんですよ。何を語るんですかこれ。愛です、愛です。あ愛を語る時間、る、うん、それで打ちながら語るんじゃなくてここで語るんですか、うん、エンディングで。そういう企画なんですよ。でごめんなさい、何の話してました。ジャグラー何してんだてめえよお前最後の最後までよお前 NG だよてめえみたいなやつは。リオの愛を語ってください。それでは森田どうぞ。リオでも結局やることは一緒です、周りの戦況を威嚇する、うん、以上です。えこれ合ってますこれ絶対間違ってましたよね僕。今日初めて僕の動画見る人とかは絶対嫌いになってると思って
なんとかどこかで好感度をこう回収していかなきゃいけないんで、うん、そうですね、リベンジできるチャンスあれば欲しいですね、うん、続きはじゃあマルハンチャンネルでやりましょう。太田さん許してくれるんですよ。あ、いいんですか。マルハンチャンネルと喋っても使ってくれる、懐が広い、広すぎるな、広すぎる媒体なわけですよ。めっちゃ好きっすわ太田さん。じゃあ最後に、はい、埼玉の花内の人たちまだ稼働してるんで、はい、に一言向けてください、うん、てめえら期待値ねえんだよお前、分かる、お前や、お前愛知の花見てみろお前、この後俺があの花内行くから、うん、そこで宣伝浴びせてやるから見とけよ、うん、以上。これ大丈夫ですか。今回面白かった方、チャンネル登録コメント高評価いただけるととても我々のモチベーションになるので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。最後にもう一度埼玉の花内に一言でお願いします。埼玉の花内期待ちゃるの。ありがとうございました。